あれ耐えろ、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 あれ耐えろ。いつの通りなら耐えられない。バンチーやもう。おー、レベル20。どうだ、だいぶ上がったな。お、お嬢の様子が。ってことはこれあれか。いや、長かったな。お嬢がついに姿を変えると、どうなるんだ。お嬢、お嬢、かわいい。おめでとう、お嬢はフロルルに進化した。へえ、巫女さんみたいだね。めっちゃかわいい。よーしよ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 し。マッハパンチ、当たるよね。ありえねえんだけど、こいつマジ。おい、もうなんなのマジで。もうどうやって出すのこいつ。本当に意味がわからない。はい、ということで、ジムリーダーのマリーにはまだ俺全然勝てないから、とりあえずこのおじいちゃんに話しかけたら、まあ、もう一個の荷物を届けなきゃいけないから、カイナ地方に用がある。だからおじいちゃんの船で、とりあえずここのジムリーダーマリーは保留にします。いや、マジで強い。なんで勝てない？ちょっと精神崩壊しました、僕は。ちょっと戦いから羽を休めます、ちょっと。ほい、カイナに到着。確か、クスノキさんにデボンの荷物を届けるんだった。ってことで、とりあえず社長に言われてた、カイナに荷物を渡しに行きましょうか。雨にも災害にも負けないなんて、カイナは最高の港だ。はい、ワンパンだ。お腹すいた、勝ったら何かちょうだい。勝負？これあれだよな、BH 弾の下っ端だよな、多分。博物館に欲しいものあるなら丸ごと奪っちゃえばいいのに。え、こいつらやばいよ。え、なんか襲われてないここ。ちょっとあんた押さないでよ、順番なんだから。え、何なんだろうこれ。俺たち BH 弾だよね、やっぱり。ポリシアグループ行動、そしてグループ解散なのだ。へえ。え、なんかまた悪いことやろうとしてる。ボスほど頭のいい人が今更博物館に何の用事があるんだ。へぇ、DS があれば行列も退屈しない。DS でなんか遊んでるやつもいる。ん？なんだなんだ？え？お前この看板が読みたいのか？なら俺が代わりに読んでやら。いいやつ。手しない、それは、手しないって書いてあるぜ。なんだ手しないって。この作戦が終わったら温泉に行こうじゃないか。ってボスが言ってたんだ。早く行きたいな。楽しみに胸を膨らませる者もいる。行列というと大人気のゲームを買った時を思い出すな。今時ないんじゃない？ネット予約とかあるから。真面目にお金払わずに無理やり入ればいいのによ。え、BH 団ここで何しようとしてたんだろう。あ、ここ、クスノキ館長から連絡船の設計を任された、ツガというものだけど。あ、それはデボンの装置。困ったな。クスノキ館長、お客さんが来るからって席を外してるんだ。え？悪いけど君、クスノキ館長を探して、探して装置を渡してあげてよ。クスノキ館長は別のところにいんのかな？とりあえず、クスノキ館長がどこにいるのか教えてほしかったんだけどな。あれ？さっきの行列なくなってね？ここ入れるようになってる。お、海の隕石の博物館へようこそ。入場料50円になります。とりあえず入っていくか。ここにクスノキ館長いるかもしれんしな。なんか BH 団入っちゃってんだけど大丈夫か？みんなのために我々 BH 団はいるのよ。もうなんか BH 団がなんかお前ら悪さしようとしてねえか？大丈夫か？この先にクスノキ館長いねえかな？これじゃねえよな、多分。ん？私が、あ、クスノキか！これ！おお、それはデボンのツワブキさんに頼んで、あ、やっと渡せた。助かったよ。ありがとう。おかげで出発できそうだ。あ！言ってたら来ましたぞ。へえ、その装置俺たちがいただくぜ。なんだ君たちは。俺たち BH 団。ボスがその装置を欲しがってるんだ。ちゃちゃっと渡しな。まずい、そうはさせん。おい、さっき俺ジムリーダーにボコされたから、お前らであれをしたいわ。口直ししてえわ。あの弱いやつ倒して元気になりたい。下っ端だしな、大丈夫だろ。ちょっと強いんですけど、ゴキブロス大丈夫か？なんか強そうなんだけど。まあ、さすがに俺の通り君には勝てんだろう。22だぞ、こっちとら。こっちはツバメ返し。最初から、見切れ？大丈夫か？相手のゴキブルさん、守りの体勢。守りの体勢？入らせるわけにいかねえだろ。ん？攻撃から身を守ったか。やりよる。ツバメ返しだ。大丈夫、耐える。よーし、ナイス、ナイス。ツバメ返し。舐めんな。よーし！
なめんじゃねえぞ、うちの通り君をよ。よし、238。こんなのさっきのジムリーダーに比べたらへでもねえぜ。よし。うわー、子供にやられちまった。子供扱いしてんじゃねえぜ。よし、倒しました。やばい、ボスに怒られちまうぞ。なら俺が相手だ。俺はすごく強いぞ。え、おい、2年生かよ、まさかの。いや、まあさすがに大丈夫だけどさ、下っ端だから程度でしょ多分。あ、でもモンスター2体持ってる。ズバッと。おい、ズバッとなんて俺どれだけ買ってきたと思ってるんだ。30体以上買ってるからな、こっちは。よし、これはもう翼で撃つ一択よ。すぐ一発だよ、一発 KO だよこんなの。よし、舐めるんじゃねえぞ、うちの通りくん。よし、通りくんもレベル上がる。またゴキブロスかよ。入れ替えない。よしよしよし。まあ、ゴキブロス来たところでよ。来たところで、俺にはツバメ返しよ。見切りか。見切りはちょっと強いんだよな。守りの体勢に入るのはちょっと強いよな。しかし、次のツバメ返しで終わりよ。あ、また見切ってきた。もう見切ってくんのやめろ。なんで見切ってくるんだ。よし、ツバメ返し、こん、いや、また見切った。おーし、うまく決まらない時もあると。ツバメ返しで。よーし、確実に。こうやって俺は弱い者いじめしてきます。あの、ジムリーダーにボコボコにされたのを、これで発散します。よし。あ、吹き飛ばし。新しく覚えるって。いや、正直さ、吹き飛ばしって何？強い風で敵を吹き飛ばす。吹き飛ばすと戦闘は終わる。すご。え、でもいるこれ。いや、なんか俺吹き飛ばしそんなにいらん気がすんな。吹き飛ばすはいいや。それとは吹き飛ばし覚えるのは諦めます。吹き飛ばしはなんか俺のポリシーに反するわ。なんか戦闘を終わらせちゃう感じだから。なんだと、俺は弱いのか。進歩から初期。よし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 。ただなんかボスみたいのもいたんだよな、 BH 弾。おい、装置を奪えないとまずいぞ。まさか子供に邪魔されるとは屈辱だ。お、なんか出てきたぞ。なんだ。あんまり遅いから様子を見に来てみれば。子供と遊んでいたとはね。誰だお前。我々は悪の組織 BH 弾。私がその BH 弾を束ねる。ミクーリ新居ロド。我々の邪魔をする君はもしや WH 弾の仲間な。 WH 弾。あ、なんか話聞いたな。なんかめっちゃいいグループみたいな感じじゃなかった。いや、服が違う。それにダーミーにしては幼い。勝負するか。人とポケモンは常に争い、傷つけ合い、それが愚かだと気がつこうともした。なんかぽいこと言ってる、ぽいこと言ってる。だからこそ世界を変えねばならない。そのために我ら BH 団は世界の支配者となる。大それた夢を持ってんな。まあわからないか。いいさ、邪魔さえしなければ。邪魔をするなら許さないよ。それでは死刑するよ。え？あ、戦わないんだ別に。君は、そうか、チンポコ君というのか。いや、危ないところだった。助けてくれてありがとう。いや、いえいえ。この後俺、チームリーダーと戦わなきゃいけないからな。なんか、すげえ悲しいわ。おっと、そうだった。デボンに頼んでおいた装置を。持ってきてくれていたんだ。そうだね、とりあえず。依頼されてた内容は全部こなしたったわ。おっと、もうこんな時間だ。そろそろ海底調査に出発する時間だ。私はこれで失礼するけど、君はゆっくり館内を見物していってくれたまえ。はい。よしよしよし、とりあえずなんとか。いやー、ちょっと待てよ。マジで。あ、ちょっと待って、BH 弾が残ってるじゃん。何やってんのこんなところで。げ、なんでお前ここにいるんだよ。俺は金田トンネルでお前に固定。あー、ピカチュウ強奪事件のやつか。BH 弾だよ。これをやるからあっち行け。え？なんかくれた。ありがとう。チンポカ技マシン42。技マシン42。その技マシン俺よりお前の方が似合うぜ。え？なんでこんないいことしてくれんの？じゃあな、わははは。え、あいついいやつよっとして。なんか絆が芽生えてんだけど。お、なんだ？あ！あれなんだっけ？モスだ、モス。あ、モスギスだよね。あ、はい、どうもモスです、モスです。大事なことなので2回言いました。BH 団が暴れていると聞いて。お？ BH 弾が暴れてる？もうやっつけちゃったんです。あ、なんか、こいつ WH 弾だったりしねえか？噂の。びっくりんこ！退治しようとしたのに。
今日のビックリンコ大賞は君です。だからポケナビの登録にご協力。え、何、連絡先交換しようって言ってる。お、モスギスという人がポケナビに登録される。うん、いつでもコールしてください。あ、夜はダメです、寝ています。もし出ないならきっと仕事をしてます。さらばチンポコくん。モスギス謎が多いよな、たびたび出てくるけど。いやー、ちょっと待って、あと残されたのってジムリーダーだよな。ジムリーダー戦俺どうしよう。